早やち山の地形図早やち山は、岩手県にある標高1917メートルの山。北上山地の最高峰で、日本百名山、新日本百名山、花の百名山、新、花の百名山及び一等三角点百名山に選定されている。六角、牛山、石上山とともに、東の三山と呼ばれる。山頂は、宮古市、東の市、 花巻市の三つの市の境界となっている。古くから早知根ともいい、日本百名山にもその名で収録されている。前山が超延期生岩の観覧岩や蛇紋岩でできているため、早知根薄雪草や南部虎の南部犬な綱、南部とうち草などを代表とする蛇紋岩地帯の植生であり、非常に狭い地域であるにもかかわらず山域の固有種率が非常に高い。そのため、 高山植物の好きな人には憧れの山となっている。ハヤチネウス雪草などの鉱山植物などが生育する植物群落とその南側の薬師だけの森林植物群落は、ハヤチネ山及び薬師だけの鉱山体、森林植物群落として国の特別天然記念物に指定されている。また、本州で唯一赤江ゾマツが自生している山であることでも知られており、 ハヤチネ山の赤江戸松自生南現地として、国の天然記念物に指定されている。これらの珍しい植物があるため、ハヤチネ山北斜面の1370ヘクタールは、ハヤチネ自然環境保全地域として1975年5月17日に指定され、全域が特別地区に、一部地区が野生動植物保護地区に指定された。 山地帯から鉱山帯に至る植生の垂直分布がはっきりと見られる点も優れている。この地域内では野生動植物の捕獲や採取、木材の伐採、鉱物や土石の採取が禁止されている。また、早根山とその南側の薬地だけ一四5463ヘクタールは早根国定公園として1982年6月10日に指定された。 山頂と麓の竹集落には、早地根神社があり、神仏集合の時代から、山岳信仰が盛んな場所であった。麓の竹集落で伝承される刀を手に郵送に踊る早地根神楽が知られている。竹集落には民宿が3軒あり、登山の起点ともなっている。6月の第2日曜日から8月の第1日曜日の土日祝日は、 登山口付近の混雑を解消するために、竹集落から高茂地区まで車道は、マイカー規制が行われ、代わりにシャトルバスが運行されている。山陵は東西方向に伸びており、京都山を経由する重走路や北面からの登山道もあるが、距離が長く展望が効かないことから、南側の2本の登山道を利用するコースが一般的である。河原の棒コースは登山道の崩落により、 2016年5月28日から当分の間通行止めになっている。3域は、早地根国定公園の指定区域であり、森は、早地根水源の森として、水源の森100選に指定されている。二級河川ケイと北上川、水系冷え抜き川の源流の水源林であり、冷え抜き川の水は、早地根ダムに貯水され、灌溉用水や発電に利用されている。 また、イワナ等の養殖にも利用されている。ありがとうございます。